はい、皆さんこんにちは。ファーワークスのファーです。いつも本当にご視聴ありがとうございます。今回紹介する商品は、バウンステック搭載の安全靴、ハイバウンスセーフティの紹介です。この黒の安全靴と、合うんじゃないかなと思います。このチャンネルでは、ワークマンで私が気になった商品、サイズの大きい商品を紹介していくチャンネルになります。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、サイズは28センチです。色はブラックです。価格は2900円です。サイズは 24.5 センチから28センチまでの展開です。色は他にレッドがありました。私は普段仕事で安全靴を履いているんですが、安全靴は仕事で長い時間履きますのでかなり、疲れるんですよね。少しでもこう疲れづらいような靴っていうのをずっと探してはいたんですよ。でその中でバウンステック搭載の安全靴ということですごく興味がありまして、見た瞬間デザインも含めて即買いしました。はい、それでは詳しく見ていきます。はい、こちらは安全靴ということで、つま先は高製作芯が使われております。かなり硬いですね。はい。パッと見のデザインがですね、こういった樹脂が、こうアッパー部分に張り巡らされているんですが、これは耐久性をアップするために張り巡らされている樹脂だそうです。パッと見がですね、チョコレート菓子のサシャのように見えるんですけど、面白いデザインですよね。こういったもので、アッパー部分の耐久性をアップしているということです。はい。かかと部分はですね、分子レベルから開発したワークマンオリジナル高反発ソール、バウンステックが搭載されております。バウンステックが搭載されているということで、長時間の着用でも疲れづらく、かかとのクッション性がすごくいいようですね。気になるロゴなんですが、後ろですね、かかとの後ろのところにワークマンベストのロゴですね。あと、先ほども見ていただいた通り、バウンステックのロゴもあります。バウンステックのロゴはこちらにもありますね。あとは特にロゴはないですね。こちらを見ていただきたいんですが、このタンの部分ですね。タンの部分。こちらが、繋がってます。一体化しておりますので、小石や砂利の侵入をある程度防ぐことができるような仕様になっておるようですね。アクティブハイクと同じような仕様になっております。後でアクティブハイクの方もお見せしますね。はい、こちら靴底なんですが、やっぱり作業靴ということで、全面ラバーで滑りにくくなっております。耐滑耐油性があるということですね。はい、この靴ですね、実はもう1週間ほど、仕事で履いてます。なのでちょっと靴底汚れてますけど、かなり履きやすいですね。で、私、かかとがですね、ちょっと痛いんですよね。当たると。ですけど、この靴を履くと、痛みがだいぶ和らぎますね。逆に脱いだ方が痛いかなっていう感じになります。長時間の作業でも疲れにくいような印象ですね。はい、先ほどのタンの部分ですね。アクティブハイクと同じような仕様ですので、アクティブハイクの方も一応見てみますね。はい、こちらアクティブハイクですね。フィールドコアから出ております。先ほどお伝えしたタンの部分ですね。先ほどの安全靴と同じ仕様になってますので、こちらのタンの部分がですね、繋がってますので、こちらも砂利や砂の侵入がある程度防げるような仕様になってます。こちらのアクティブハイクシューズなんですが、私はタウンユースで履いております。普段からもうずっとこれ履いてます。はい。なので、実はこのデザイン、も含めてなんですが、こちらの靴も実は普段でも履けるんじゃないかな、カジュアルでもタウンユースで履けるんじゃないかなというふうに少し思ってます。気になる重さですね。それをちょっとこちらのアクティブハイクと、比べてみたいと思います。はい、重さ的には若干こちらが重いっていう感じでしたね。ただ私的にはそんなに気になるような重さではないのかなと思います。おそらく重さの差はつま先部分の高製作芯だけだと思います。
はい、こちらですね、私が今ハマっておりますバウンステックですね、搭載モデルということですので、ちょっと外を歩いてみたいと思います。このバウンステックが搭載されている安全靴、これはかなり履きやすいですね。今まで履いた安全靴の中で一番じゃないでしょうか。デザインが安全靴に見えないですね。はい、いかがだったでしょうか。このシューズは安全靴ですが、かなり魅力的なシューズだと思います。作業でも使える、カジュアルでも使える、そういった靴じゃないかなと思います。ぜひ興味のある方はワークマンでチェックしに行かれてみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。